前方を確認せよ。あれがガルデニアの中枢コアドームだ。あそこにクリードが、そしてフローラ姉様がいるはずです。この戦いもいよいよ大詰めだな。さて、鬼が出るか蛇が出るか。長かった旅もこれで終わる。いや、終わらせてみせる。ええ、この先が私たちの旅の終着点なのね。まあ、あの世への旅の出発点かもしれないけどさ。なあ、ベリル、この後に及んで縁起でもねえこと言うんじゃねえよ。終着じゃない、これは明日へ続く道なんだよね、シング。ああ、そうさ、行こうみんな、クリードとの決戦だ。待たせたな、我が同胞たちを。セルランド生贄に今全てを元に戻してやる。やめろクリード。ネズミどもがクオーティア技術の最高峰たるこの場所にまで入り込んだか。その努力は褒めてやる。だがセルランドのネズミごときがこの私に歯向かうとは笑えんな。お前が笑えなくなるのはこれからさ。はあ、ほう、この思念術にまで耐えるか、セルレイド。なるほど、インカどもの手に負えんわけだ。クリード、今度こそ決着をつけてやる。クリード。あ、フローラ、助けに来たよ。2000年も待たせてすまなかった。クリード、ガルデニアを目覚めさせてはいけない。この化け物が目覚めれば、ただクオーティアの悲劇が繰り返されるだけです。君はまだそんなことを。次はガルデニアを制御してみせる。同じ過ちは繰り返さん。ガルデニアの疑似スピリアは私のスピリアをコピーしたものなのだぞ。私のことは私自身が一番よく知っている。ガルデニアは必ず制御を。いいえ、ガルデニアにはあなた自身も気づいていないある本能が残っていたのです。人のぬくもりを、愛を求める強い本能が。愛を求める本能だと。クリード、ガルデニアの制御不能の吸収能力はあなたのその思いが原因なのです。ガルデニアはただ誰かの愛を、温かさを求めているだけ。でもあなたと同じく愛情を知らないがゆえに、無秩序にスピリアを吸収してしまう。ガルデニア、永遠に満たされず無限に愛を求め続ける哀れな子。はあ、フローラ、やめろガルデニア。リード、あなたはガルデニアとの融合術を。そうだ、これこそ私が2000年をかけて構築した融合術、ガルデニアを制御する切り札だ。愛も本能も関係ない、私の意志がクオーティアを、いやフローラを再生させるのだ。さあ、私に従え、ガルデニア。フローラのスピリアを彼女の肉体に返せ。見たか、フローラは蘇ったぞ。これがガルデニアの本来の力だ。クリード、フローラ姉様。さらばだ、リチア。クオーティア再生、最初の生贄は貴様のスピリアだ。そんなことはさせない。ああ、リチアも世界中の思いもお前なんかに渡すもんか。
ソーマリンクか。せいぜい人のつながりの力とやらを見せるがいい。その力も全て吸い取り、クオーティア再生の糧としてくれる。寝てから言いなさい。ナムナム、今ので終わりますように。ソーマの力は認めよう。さすがはフローラが作り上げた思念兵器だ。だがこの程度の物理攻撃、何億回繰り返そうが無駄だ。どうする。星一つに値するガルデニアの細胞を全て破壊するまで続けてみるか。再生を止めてクリード。ガルデニアは私たちに制御できる代物ではありません。まだそんなザレ事を。フローラに何をする。止まれ。止まらんかガルデニア。リード。フローラ姉様、クリード、ガルデニアは制御などできはしないのです。思い知りなさい。今あなたが味わっているもの、それが姉様のスピリアの味です。こんな嘘だ。ガルデニアが、私がフローラのスピリアを。クリード、これで分かっただろう。もう終わりにしよう。分かるだと？終わりにするだと？分かるものか！
終わりになどできるものか。私は私のやり方でフローラもクオーティアも取り戻してみせる。こいつは私が生み出した不死身にして万能のゼノム。制御さえできれば、そう、セルランド全てのスピリアを吸収して注ぎ込めばクオーティアもフローラも必ず復活する。いや、復活させてみせる。このバカ野郎、どうしてリチャーの思いがフローラさんの思いがわからないんだよ。こんなにもお前のことを思ってくれる人の思いがわからないなんて、お前のその歪んだスピリア、この層まで叩き直してやる。私にスピルリンクをする気か。だがセルレイドの相馬使いごときに私の思念結界が破れるか。私の思念結界を一撃で。リチア、私と同じ術を。2000年前の私と同じではありませんから。私の手を読んでいたというのか。それだけではありません。今の私にはこんなにも頼れる仲間がいます。さあシング、行くぞ。クリード、ガルデニア、ここからが本当の勝負だ。セルレイドの小僧風情が私をなめるな。なんだ、スピルメイズに星が。これがガルデニアのスピルメイズ。ねえ、みんな無事？うわー、何も見えないよ。なんだこりゃ、どっちが上でどっちか下かもわかんねえぞ。く、全探知機能が無効か。くそ、どこにいやがる。クリード、みんな落ち着いて。ソーマリンクで互いの位置を感じるのです。ソーマリンクがなかったら闇に飲まれてたわね。さっきの星？この星空は一体。生きる、頑張れ。これはスピリア。ガルデニアが吸い込んだクオートたちのスピリアだよ。小さな欠片だけどみんな生きてる。クオートたちのスピリアはまだみんな生きてるんだよ。お母さん、怖い、怖いよ。大丈夫、みんなこっち、勇気をつなげて。これはリンクの光。スピリアたちが強くリンクしてやがる。諦めるな、しっかり希望を信じて、みんな生きる。みんな諦めてないんだ。こんなに小さくなっても助け合って生きてる。人間は、人のスピリアはガルデニアなんかに負けやしないんだ。みんな苦しい思いをさせてごめんなさい。けれど、けれど、生きていてくれてありがとう。彼らに触れるな、リチア。クオーディアの再生を望まぬ貴様にその資格はない。クリード、その姿はガルデニアのスピリアと完全に融合したのですか。ニロ、リチア、クオートのスピリアは無事に残っているではないか。これを戻せばクオーティアは。止まれ、私に従え、ガルデニア。クリード、吸い込んだスピリアたちはどうなったんだ。黙れ。その味こそあなたとガルデニアの求めているぬくもり、人と人のつながりの味です。認めなさい、クリード。ガルデニアの正体を、あなたの本当の思いを、人の愛を、ぬくもりを、思いを、つながりを、求め続ける
本当の自分の思いを。黙れと言っている。貴様らのスピリアはガルデニアの糧になどせん。今ここで跡形もなく消し去ってくれるわ、この底なしのバカ野郎が。たく、この状況で聞き分けのねえ奴だ。機械の自分にも感じられるこの温かさをなぜ認めぬのだ。怖いやつだと思ってたけど違ったんだ。あんたかわいそうなやつなんだよ。一度きっちり叱り飛ばして目を覚ましてあげるわ。自らの過ちを認めることもできず、自分の弱さを受け止める勇気もないあなたなんかに、俺たちの思いのつながりを消せるもんか。力で証明してみせろ、相馬使いども。行こう。それだね。止まれろ、遅い。親元に引き裂いてくれるわ。それだね。それだね。それだね。行こう。遅い！ 妖細老人！
キン、行こう、命行こう。ホームテック、遅い、クリアごと引き裂いてくれるわ。キン、フローラ、私の2000年の避難は俺たちのスピリアに迷いはない。何度戦ったってあなたに負けない。これが信頼の力だ。いい加減目を覚ましなさい。場所はいつも心